次に補助対象工事です。テレワーク対応リフォームは、室内空間の一角にテレワークを行うためのデスク等を新たに設置する工事であるデスクタイプと、他の室内空間と壁や扉などで仕切られるテレワークスペースを新たに設置する工事である個室タイプであり、どちらかを必ず実施する必要があります。次に、 新たなライフスタイル対応リフォームは、感染予防のための設備の設置や内装の変更、快適な住環境となる省エネルギー対策や内装の木質化、家事や子育て等の負担軽減などの工事が対象です。これらのリフォームを行った場合であって、静岡有料木材認証製品や静岡県産材証明制度により産地を証明された ジャス製品及びジス製品である静岡有料木材等を床、壁などの仕上げに10平方メートル以上使用する工事に補助加算されます。補助対象工事はリーフレットの4ページにもう少し詳しく記載してありますのでそちらをご覧ください。 先ほども申し上げましたが、テレワーク対応リフォームはデスクタイプ、個室タイプのどちらかを必ず実施する必要があります。なお、デスクタイプは、机の作り付けを必ず行う必要があります。この机は、天板と壁、床などをビスなどで固定し取り外しできないようにしてください。 その他の工事はご覧の通りです。個室タイプは他の室内空間と壁や扉などで仕切られるテレワークスペースを新たに設置する工事でありますので、敷地内の付属建物なども対象です。その他の工事はご覧の通りです。新たなライフスタイル対応リフォームは、 テレワーク対応リフォームを実施する住宅内であれば、どの部分でも対象です。窓、扉などの改修を行う内装等工事や、玄関脇手洗い機の新設などを行う設備等工事はご覧の通りです。なお、設備等工事の米印は、家事負担軽減に資する設備である、 次世代住宅ポイント対象商品同等品以上に限ります。静岡有料木材と補助加算は内装の木質化で利用することができます。なお、補助対象工事は別表でさらに詳しく記載してありますので、そちらをご説明します。判例の丸印が補助対象。えセルを編みかけした バツ印が補助対象外です。これまで補助対象をご説明してきましたので、主に補助対象外についてご説明します。住宅では小建て住宅などご覧のものが対象です。工事種別では修繕、模様替えなどが対象ですが、新築、改築、増築、減築、除却が対象外です。 テレワーク対応リフォームのデスクタイプでは、エアコンなどの冷房暖房設備の新設取り替え更新や、換気設備の取り替え更新が対象外です。新たなライフスタイル対応リフォームの内装工事は、網戸、障子、襖紙の張り替え、畳の 取り替えをもて替え。絨毯、カーペットなどの設置、取り替え、更新が対象外です。なお、防水工事、耐震化工事も対象外です。設備等工事では、エアコンなどの冷房、暖房設備の新設、取り替えまたは更新。換気扇などの換気設備の取り替えまたは更新。 ビルトイン食器洗い機またはビルトイン自動調理対応コンロを除くシステムキッチン。玄関脇手洗い機を除く洗面化粧台。ユニットバス、浴槽。蓄電発電設備。給湯器ボイラー。テレワーク対応リフォーム工事を除く照明器具。防犯設備。 火災警報器の新設、取り替え、更新、または改修が対象外です。その他対象とならない例は、数年後に解体や用途変更、または所有者への返還等を予定している住宅の工事。国、県、市町、その他団体が補助する他の制度を利用する場合、重複する内容の工事。 門、塀などいわゆる外交工事。屋根、外壁、雨どいなどいわゆる外装工事。老朽化による修繕。家電製品、備品、消耗品の購入等。補助対象工事の設計費、調査費などです。